皆さん、こんにちは。ドクヘビです。ドクヘビチャンネルをお聴きいただきありがとうございます。毎回、ドクヘビの興味あることなどをお話ししております。今回は、ツイッターでパンク侍切られて騒動を24時間限定無料配信してたから、見てみたよというお話です、えー。たまたまね、この企画をツイッターで見かけたのと、 この映画もともと見たかったけど映画館で見れなかったのとそして今日予定があったのにちょっと予定変更で家にいることになったので、えー、せっかくだから見てみましたあとねツイッターの動画のクオリティってどんななのかなってちょっと興味があったのではいそして見た感想なんですけれども映画はですね本当にめちゃくちゃ面白かったですこの映画賛否両論って言われてるみたいなんですけど そうですねもともと「毒蛇」原作の町田光さんの小説をね昔読んでて「あのこのバンク侍切られて走ろう」って名前がもうすごいかっこいいと思って全然あの知らない作家さんだったんですけどタイトルで読んでみたら何て言うか本当にパンクでね小説自体がねあのかっこいいくって素敵って思った記憶があるんですよ。そそれでその 町田康さんのかっこいいパンクな小説をその綾野剛さんが主演でそして脚本が工藤官九郎さんでまあこの3人の名前を聞いただけでも,もうこれはかっこいいしかないなってで、まあ、予告を昔見た時にもう絶対見に行こうと思ったんですけどもう悲しいかな映画館で間に合わず見てなくってね。で 本当にだからまあ予想通りというか本当に面白かったですよその綾野剛さん以外も個性的で魅力的な俳優さんがもう超いっぱい出てるんですよね。あのヒロインは北川景子さんですけれども他にあの東出さんとか染谷翔太さんとか浅野忠信さんとか豊川悦司さんとかもうあと村上淳さんとか、まあ、とにかくねこう。 ただかっこいいとか美しいとかじゃなくても演技派演技派のあの個性的な魅力的な俳優さんがいっぱい出てる上にしかもそののの俳優さんんたちがもすすごいキレキレレ演技をしてるんですよ、ね、まあそれはもう普段のドラマとかではあまり見ないようなテンションの切れた演技というかもうなんか本当面白いですそれだけでも。なんかそのの映画の世界観が もう突き抜けているっていうかぶっ飛んでいる感じなので出てる人たちの魅力もそれに合わせてこう普段とは違うもの差しでこう魅力を炸裂させてるんでしょうねクレイジーな感じ全員そして全員パンクな感じがしますね。もうで,内容なんですけど内容は時あのっ、ー、ていうんですかゆとり世代みたいなのも出てくればなんか。 その何だろう言葉とかもカタカナ語が多いっていうか本当に今のドラマを時代劇設定でやってるっていう感じですかねただその、えー、とナレーションというか映画の語りがあるんですけどそれがその町田幸さんの小説風というかなのでちょっと重い感じの語りがあってその町田幸の小説の雰囲気を感じさせてくれるので軽すぎず重すぎずなんか。 かっこいいですねとにかくでねまあ実際の読んだ小説の内容ってあんまり昔すぎて記憶力のない毒蛇は全然覚えてないんですけどただ町田公ってすげえパンクでかっこよかったなーっていう記憶だけがあるんですけどあのだからねすごい新たな気持ちでストーリーを追ってたんですけどその映画もねすごい話の展開が早くって。 次どうなるのかなって考える前に次のことがどんどん起こっていくっていう感じですか、ね、本当に傍頭無けな展開何 <laughs> だろう傍頭無けな設定なんかとにかくもうどどどどんどんんんんんバンンどんどんいろんなあのシーンが来るんですよねですごくふざけてるようなあのわけのわからないような話にも見えるけどと同時にですねものすごく本質的でこうぐっとき続ける ですよねなんかねこうすごく熱い感じがしてそして同時にすごいクールな感じがして意味不明でありながらめっちゃグッとくるみたいなねもう全然話が伝わってないですかねなんかまああのー、綾野剛さんは浪人なんですけどある班に行ってなんかちょっとこういろいろ事件というか物語がこう進んでいくんですけどまあそれはね見てみればわかるのでねもう本当にもう今風の。 ドラマとしして楽しめる感じなんででねあのー、あとねその出てる人たちがめっちゃ楽しそうに見えるんですよね、まあ、役者さんの気持ちは分かりませんけどものすごい才能のある人たちが集まってみんなでハイテンションでいろんなことをしてるからめっちゃ楽しそう才能の共演っていう感じですねそしてあのー、音楽も映像もすごいかっこいい全然時代劇のイメージと違う映像と音楽ですね。 なんか本当に音楽かっこよすぎて気づいたらこう体を揺らして揺らしながら見ている自分に気づいたりねなんか全然音楽のことは詳しくないんですけど多分ロックとかそういう感じで音楽が使われてるんでしょうねはい、えー、そんなわけで、あのー、今すぐもう一回同じ映画を見れるっていうか見たいぐらいのテンションですねすごく面白かったですいやただただね本当にあの映像とか音楽とかもかっこいいし出てる人もみんな素敵なんで。 映画館で見たかったなっていう気持ちは確かになりましたねうん、まあでもしょうがないよねまあでもこうやってお家でけ携帯とかパソコンで見れるっていうだけですごい時代ですよねはいそれは本当にこれだとさなんか普段こう見ないようなタイプの映画も こんなに気楽だとツイッターで無料で配信してると暇だし見ようかなみたいな人っているかなと思うんですよねこう俳優さんに興味があったりすると町田公のこと知らないけどなんか見てみようかなとかだからなんかこうなかなかファンキーな映画で。 ちょっと個性的な人が見に行ったりとかするのかなって私は思うけどどうでしょうねみんながみんなをすごく面白いっていう感じやかわかんないけどそういうちょっと個性的な映画もこうやって無料で配信することでこう裾野が広がるっていうかたまたま見てみようかなっていう人が現れたりしてこういろんな人に見てもらえることになるのかなと思うとすごく。 作ってる人もいいのかなとかいい時代だよねっていうかこういろんなものに触れられる今の若い人はいいよねみたいな感じですかね我々が小学生の時はやっぱりレンタルビデオにレンタルビデオ屋さんにお父さんとかが行って借りてきてくれたのをお家で見たりとかしてましたねダビングしたりしてねだからこんなねお家でただで映画とか見れるなんて今時の子は本当に羨ましいですよねドキヘビ45歳なんでね小学生の時とかはお家でビデオを借りてきてもらって見てましたねうん あそれでその Twitter、えー、の動画の画質とかってどうだったのかっていうと毒蛇おうちにテレビがないのでパソコンの画面で大体テレビ番組とか見たりするんですけど、あのー、その今のその若い人は携帯の画面で動画を見るってあの友達の大学生の子が教えてくれたんですけどやっぱりね大きい画面とちっちゃい画面あったら。 大きいい画面でで見たいんですよねヤングじゃないいかからら慣れてないからなので大きいパソコンの画面で見たらやっぱりちょっと映像がぼやっとはしてるっていうかもうちょっとクリアな画質で見たいわっていう気持ちは確かにありましたけどこれ全然携帯で見れる人だったら何のストレスもない感じでしょうね試しに携帯でも見てみたんですけどそのちっちゃい画面だと本当にもうやっとしないで普通に見れましたねいやー本当にねそんなわけでいやー本当に面白かったですよ 見てみたら町田公のことを、ね、思い出してなんかすごいかっこいいセリフがいっぱいあってあこういう感じの人だったなと思ってで結構はっきり言う感じというかねぐさぐさ刺さるようなセリフが多いので気持ちが優しい人が見るとちょっとびっくりするかもしれない感じなんですけど警備はこうはっきりした物言いが好きなのですごくしびれるっていうか <laughs> いいねっていう感じでしたね。あとともう一つちょっと あのびっくりしたのが監督の方は誰なんだろうと思ったら石井さんっていう人で私ちょっと知らない人かなって思ってたらえっとねあのプロフィールを見たら「逆噴射家族」っていう映画を撮っている人で私小学生ぐらいの時かの逆噴射家族っていうのをたまたま深夜に入ってるやつを見てすっごい衝撃を受けたんですけどそれを撮ってる監督さんだったんですよ。ここのの逆噴射家族のことともも思い出したししたたたちょっっっ見てよかかですね本当に映画も面白かったし なんだろう最近のこういうねあの、こういうムーブメントっていうかにも触れたし、監督の逆噴射家族のことも思い出せたし、はい、貴重な2時間ちょっとでした、今日のあの、今日っていうか、本日、2019年の1月19日なんですけれども、の、えー、と24時まで無料で配信しているようなので。 まあこれをもし逃してしまったとしても普通にですね、パンク侍切られてソロ面白いので小説で読んだり映画で見てみたりするといいんじゃないかなと思いますけどまだ間に合う方はぜひツイッターで無料で見てみると本当にあのすごい新しい世界が広がるというかなかなか日常とかけ離れたテンションの映画なので面白いと思います。 はい、そんなわけで今回のお話はツイッターで「パンク侍切られてソウル」を24時間限定無料配信してたから見てみたよでした。 はい、本当にこの熱い感動をね一人じゃなくてみんなにこうやって言えるこんな時代もいいですよね本当に YouTube ってすごいですよねこれを聞いて見てくれる人がいるとさらに嬉しいですねはいそんなわけで毎回このように5分から10分ぐらいで聞けるちょっとしたニュースやお役立ち情報をお届けしようと思いますのでこれからも空き時間にお聴きいただけると嬉しいです「ドクヘビチャンネル」お聴きいただきありがとうございましたではまた